水田がこうネタ考えてこっちに言う、現象に言うときはもう何本か書いてんの、こう今日はこれ言おうこれ言おうこれ言おうって。いや、その時によりますけど、でも大体がやっぱりもう、うん、もう本当に100の1ぐらい、最初の始まりぐらいだけ持っていって2人でなんかやった方が面白いのかな。どっちも、いやどっちもね、覚えてるし、その経過がね。そうですね、そうですね、うん、やっぱ自分らで作ってる方が覚えてますから、うん、次手直しする時も話進むの早いですよね。だいぶあれ同じとこでそのこんだけ十何本やった、12本か。そうです、同じとこで。同じとこやな、はい、いやこれいいな思って、同じとこでずっとやってて、うん、まあ衣装も変わってないやんか。あ、そうですね、あれがいいのよ、そのほんまに別にコロコロ変わってめっちゃそっち行っても知らないからね、うん、もうこれでもこんだけずっと続けるのはお互い、まあ、もちろん当たり前やけど、もう完全に食っとかないとここまで流されんやろ。そうですね、うん、だから、うん、ネタとネタの合間とかでもやっぱちょっと確認作業いりますね、さすがに11日本連続でやったんで、はい、つやろな、はい、うん、で1もそうなの、あの最後の花火のデートでもそうやけど、はい、うん、これもめっちゃおもろいもんね。ありがとうございます。戦時中の、はい、本当に秀逸ですよね、うん、素晴らしいですよね。あ、ありがとうございま す, す、ね、戦時中知らないのにね、まあ、予想ですよね、もうこうちゃうかなっていう、うん、いやでもそれは俺らも知らんけど、はい、なんかそうちゃうかなって思うでしょ、はい、うん、でお前が言うと説得力あんねんね、ん、あの古臭いから、古臭いから戦時中知ってるんじゃないかぐらいの古臭さがいやだから、でどれぐらいで追ってきたの、ピタッと自分らが、あーこいつ合うなと思った。どうすかね、でも、うん、割と、あ、もう今度1年ぐらいの時にもうこいつ他探そうとか、そんな気はもう別に特になかったですね。別にやってて面白いなと思うところで笑ってくれるし、うーん、ま、だけどこれ、はい、なんやの、ちょっと格好のええ若い人気のあるそっちの先行で、まあ実力もあってっていうね、そういうのはあるやんか、はい、そっちにそんなに走らないやんか、まあ、そっちができないっていう方が、いや、まあ、憧れもありましたけど、人気あんのええなと思いましたけど、もともとそっちのタイプじゃないんで2人とも、もう和牛でつけた時点でそうやわな確かにもう始まりがそうですよね。そうですね、カタカナのなんかね、なんかそうやろ、横文字とかの何かやったら、ま、周りの同期はねレインメーカーとかかっこいいのつけてたんですけどしたけど無理でしたね。無理でしたね、覚えやすいしこれでやろうぐらいの和牛シンプルで覚えやすいやろうぐらい。でまあ覚えやすいやな。だ最初でも和牛ってつけて、こういろんな前説とかまだ NGK の本公演とかも出れてなくて、若手の頃に前説させていただいたら、こう師匠とかとそこで初めてお会いして挨拶させてもらった時とかに、でもやっぱりその時覚えてるんですけど、大輔花子師匠 の, あの大輔師匠とかに、あ、ございます、あの仕事の何年目の、和牛と言いますって言ったら、和牛って言うんかって、やっぱ師匠方のこの和牛への食いつきは良かったですからねその若い子たちはそうですよね、うん、ピンときてなかったですけど、古来より神聖なものでもありますよ、和牛は。いや、牛いうのは昔から大地の守り神でな言って牛の話そっから20分ぐらいご自分の出番出ていく直前の直前まで僕らに大地の守り神真面目そうなんです、はい、菅原の道真のそう喋ってくれるんですよ ね真面目やね、大ちゃん真面目。五穀豊穣みたいなものいろんなことをちょっといじってるよ、いいから五穀豊穣いじって言ってくれるんで。あの清師匠は、清師匠もでも結構、はい、そうです、僕らが漫才で関西のショーレースにちょくちょく出れるようになったぐらいから、うん、結構いろいろ話しかけてくださったりとかしてますね。お褒めの言葉をやっぱり年配の人が好きになるよね。ああ、そうなんですかね。そうやで、一番最初に賞取ったのどこでは、一番最初が1個しか取って、実は取ったことはなくて、優勝っていうのは、はい、1個しかない。もうずっと2位とか3位ばっかりなんですよ。関西でも本当にM1 もそうなんですけど関西でも2位ばっかりで、はい、2位総なめって言われてるんですけど、はい、あ、そう、2位の数1位って言われてる唯一取ったのがNHK の髪型漫才コンテストっていう、はい、なんで優勝したん。そうですね、それはなんで、それも2位でええやんか。いやそんなことないです。あの時2位やったらちょっと僕らグレてましたね。それぐらいもう、ま、負けが続きの。ずーっと。あ、そう、2位はやっぱ負けてねえもんな。負けてますね。何にもないですもん。俺ら戦ったことないからな。ああ。そうやろ？いや、やっぱ人前ではっきり負けって言われるこの。賞レースとかなんないもん。え？ないない、全然ないない。は
確かにここ15年とかの出来事なんですね。そういう、まあ、若手の頃はね あったけど あったけどっていうか俺も出たことないけど、はい、うん、だから1年目に出たわね。1年目に ABC の、はい、あの落語会があったのよ、その若手 の,、はい、あの1年目2年目でやるやつ、はい、でこっちは落語なんかやってもうてへんから、はい、そやけど師匠にお前行け言われて行ってないのに落語稽古つけて俺はやってないのに、はい、普段もうこっちはむちゃくちゃやるやんか、もうそ出なあかんねえから、はい、7分ぐらいやらなあかんわけやん、はい、結構な時間ですよね。むちゃくちゃやったらもうむちゃくちゃ言われたもん。うちのおやつさんにも、うちの師匠は審査委員長やったんよ。あはあ、だからね言ったんや、こいつ落語教えてまへんわってだからこいつのは落語やおまへん言われて何で出したんや、何で出したんや。まあまあ自分の中でめちゃむちゃくちゃ緊張がないからむちゃくちゃウケるわけやんか、この子何や舐めてんのみたいな。緊張なかったんですか。緊張ないっていうか、そうやな、緊張ないっていうかね、緊張せなあかんねんけど、ずーっと言うたら高校とか大学でやってたことをそのままやったんや。へえ、口に慣れてるわけやんか、その落語はそれしかできへんねんから。はあ、高校の時にもやってたんだ。お知見や作ってたからね。なるほど。高校の時のお知見で同じネタばっかりずっと、大学も同じネタずっとやって、もうこなれてるわけずっと。ああ、なるほど。もうバカズもキャリアもある程度だってそれしかないもん。師匠に習ったやつをこれせえって言われてんねやったら緊張するかもわからへんけど、何だとやれるやろ言わはって。営業ネタみたいな。そうそう、営業も行ったことないのよ俺ほんまに行ったことないの。2月の14日に入って、はい、9月にその高島屋の若手会があったのよ、コンクールが。はい、もう確かに1、2年目のレベルの中だったら緊張してるしないすごい関係ありますよね。そうそう、もう他はみんな緊張してるわけガチガチですもんね。こっちはもう一緒につけてもうてないし、なんか楽しいし浮かれてたり楽しい最強ですね。そんなとこ出るって楽しい。あ、緊張しましたけどね、初めて人前で漫才した時は。 M1 は緊張するやろ。緊張しますね。でもなんか本番の時は毎年そうなんですけど、あんまり悪い緊張じゃないんですよね。予選の時とか本番、決勝の本番前とかはもう悪い緊張が結構溜まったりするんですけど、あかん、負けるかもわからないとか、ミスったらどうしようとか、どうするとか、やっぱ本番の時、決勝までなったらもう出ていったらもうあと楽しむしかないなっていう気持ちに。いや俺もね、年にね何回かそんな、昨日ちょうどあの3人会があったんやけど、はい、あの文珍兄さんと俺と南光兄さんの3人会があったんや、はい、落語会ね。それはでもと、まあ、前が前座の子で僕2つ目出たんやけど、それなんか緊張したな。いやいや、兄貴らが俺の横で見てるっていう、俺のネタをね、落語古典やし、その、うん、見てるいうのがね、なんかそれも緊張するでしょ、うん、なんかあったね、うん、でも緊張まだしはるんですね、状況によってはね。緊張というかね、どうなし、あれなったらどうしようとか、そんな緊張じゃないの。なんか変なマイナスのことを思ってしまう時ってあるやんか。ありますね、はい、うん、だからそのことが出たんやろね、いろいろ。まあ、ネタはちゃんとできて、はい、あのお兄さんにも褒めてもうたけど、そうですね、うん、何回も口で繰り返して、あかんだと思ったらそこ何回も正しいので繰り返して口に覚えさせみたいなのをギリギリまでやってましたね。もうこっち側はこっちの噛んだこととかなんかを、まあ間違ったことを一回突っ込んでるのあったやんか、はい、あ、一回 DVD でどのネタか合わせたら、ね、いやいや、あのね、あの多分なぞなぞじゃないね、あのドライブデートやわ、多分ドライブデートでした、ね、デートの時やと思うわ、はい、うん、あ、ありましたかね、はい、でそこがあのまた素になってておもろいのね。こっちは知らんと行こうとすんねんけど、戻すからお互い笑ってるっていうのがあって、うん、あ、すごい面白いね。 あ、うん、あれね、やっぱり突っ込み方によって楽しい時あるよね、見てるんで。そうですね、うん、こっちはまあしらっと次行こうとするんだけど、まあそこ突っ込むかみたいなことになってスーッと行くのはね、スー見れて楽しいっていうか。そうですね、うん、お客さん結構レアなとこ見れたみたいなふうに思ってくださる方も。 DVD のそのまま入れたんか、編集せんとね。編集のしようもないけどね。そうですね、まあ割と漫才はもうそのまんまやっぱ出してほしいんで、あ、変につまんで、うん、
慣れてない。つまみだったらどんどんつまむわな、はい、そうやったら。そうですね、うん、結構そのまま、これ全部そのままやったと思います。あれでもほんまに何分とかいうのって大変やろ。4分とか7分とか、うん、そうですね。今7分って言ったら結構ありますね、言うてんか。そうですね、まあ、僕ら最近やっぱ4分ぐらいのことが多いですし、若手の時それこそ2分とかの舞台が多いんで、今はもう2分で笑わすってどっから考えんの。どうやったっけ、どうやろ、どうすんねん。ネタも振られへんしやな、はい、あでもそうですね、それこそなんかね、もう2分の、使い方みたいな、例えばもう10秒台で絶対に1個はボケとかんと2分ネタの場合あかんなとか、ほん、はい、でひどかったらその1個ボケが面白くなかったら、あの容赦なくあの落とされるんで。いやだから早いのに、そんなそういうことか言うてコントの設定を先にケンシロウが言うてる時あったやんか。あ、そ僕が誰ないねんなとかいうの、まなみちゃんやれってこと、まね、ああ僕が先に入っちゃってですね、はい、うん、あ、うん、はい、あれあれええよな、早く入れるからあれ僕らでもええなと思ったんですけどあれね、入れるし一応笑、はい、まま、いところもそうですね、やれということっていうねちょっとモノマネ入れてくださっていやいやほんまあれは、あこういうのって短くいけるよね、まあ、そうですね、僕らもともとそこ苦手なタイプなんで、その早笑いとってどんどんパンチャキチャキ進めるっていうのが苦手で、本当は長いネタでしっかり見せたい方なんで、あれ思いついた時はラッキーって感じしたね思いついた、そうですね、まあなんか2人でやってて、で勝手に始めよって、うん、勝手に始めんなよお前みたいな、多分が元やったと思います、はい、でそのままずっとやってたら、な私がまなみちゃんやれいうことやなとか言うね、まなみちゃんやれっていうこと、はい、で水田、気づいたら水田くんって言ってましたね結構その場の楽屋とか2人でおるときに、その場でもうパーンと役のまんまボケたらアドリブで急にぶつけるんですけど、なので役のままそのまま突っ込んで、あ面白いな、でそのままちょっと続けて面白い2人がすぐできるみたいなのもやっぱ あるんですよね。だからやっぱ2人で作った方が絶対いいな。じゃあ天才肌みたいなこと言ってめちゃめちゃかっこええやん、眉間にしわ寄せて、ちょこちょこそういう時もありますその10倍ぐらいしますか。俺もあるで俺もあるでいいんすよ、あり合わなくていやちょっとやってもらいたいよねうん、そうですね、うん。